どうもタブヤンです。ランドストーカー皇帝の財宝、続きやっていきたいと思います。前回からなんと自習してその辺歩き回ったんですけどね、30分ぐらい何の成果もありません。アイテム確認しておこう。エキエキの実2つ使ってしまいました。ガイアの像3つ、迷宮の鍵1個あるんだよね。うん、おいで、ゴラの目カンテラ、続きやっていきたいと思います。みんながコメント、あ、それとね、あの地図なんですけど、一回ね、地図もちょっと見づらいというみんなのコメントもあるしね地図ゴアさんにして、地図なしで記憶でいきたいと思います。そしてなんかこの石が気になるっていうコメントあったんですけど、どこの石のことか分かんないんで、ここで一回来ました。破壊できないのかな、これね。ちなみにこの前に、今私がいる前に石像があって、それは破壊できたんだよね。広いとこ、ここ来たらどうなる、あ、ここか。ちょっとこの部屋広いからなんか気になるんだよね。全部こっち行ったかな、あれ、あ、これ、あ、こっち行った、え、ここ初めてじゃない、違うか、お、初めてかもしれんぞ。そんなことはないか、覚えてないが、ここはジャンプか、あ、いててて、おー、オッケー、あ、落ちてもたぞ、落ちてもたぞ、あ、大丈夫か、やばわ、ここか、あ、こうか、オッケー、あ、なんか待ち構えてる、これ、ま、来たか、ここ覚えてないな、あ、強そうなやつ、強そうなやつか、おら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 、倒した、回復しよう。もうね、記憶で行こう、うん、なんか分かりづらい地図書いてる間に時間がかかるっていうのもあるしね。この辺を探索、もうサクサク行こう、サクサク行くんかい、歩いて回復するのかどっちかい歩いて回復します。ボスがいるかもしれないしね、行く。一番欲しいのはあれかな、氷のとこを歩ける靴ね、絶対あると思うんだよね。あ、装備品確認しておこう。こんな感じですね。剣はこれ多分最強の剣ね、取りました、ガイアの剣。あと鎧と靴とこの指輪ね、まだあるはずですよね。よし、50あればいいか、行くぞ。こりゃ最初の頃に来たかな、これ来たかもしれんぞ、これ すごいとこ通ってる、何これ、あ、来たことあるじゃん、ほら来たことあるとこか、ここ、どうする、ここは一通り来たとこか、なんかそんな感じだな、思ってるのとこっち方面は来てるか、もう一回セーブポイントからやり直した方が早いか、これはこうか、ここ
ここも来たことあるな、なんか記憶あるな。あ、やっぱりこれを取るための場所か、ここ。オッケー、戻そう。結局セーブポイントからやり直し、時間が元に戻りました。こう行ってからの、あそこ下になんか入るとこあるね。あ、違うか、これここか。こっちがでも全部攻略する。こっちっていうことは、この辺こっちが全部行ってんのかな。で、さっき行ったのは下行ってみようか。いてててて、下行って、これはさっき行ったのか。それだけか。全一通り行ってんのか。じゃあ結局入り口は同じかな。でいいのかな。こっちでチェックね。何度でもチェックですよ。これでさっきのとこに行くから、あ、ここ行ってないか、反対が。違うな、こいつじゃなくて、こいつ倒すんじゃなくて、こっちか。あ、やばいやばいやばい、あいつ来るぞ。で、これでスイッチで、こっちがいけんのか。こっちもチェック。なんか来たことなさそうな場所来たの。あ、こっちサイドだ。あー、え、ケーキの実リストア。これ前宝箱覗いてたやつだね。ああ、これだけか。ケーキの実リストアだと別にいらないね。うん、反対側に来たっていうことだよね、これ。早いな、あいつ。あいつ忙しいな。それだけか。OK、 じゃあもう戻ろう。また戻る。戻りました。で、次はこっち。行ってみようか。あれ、これは一緒か。一周しただけ。ちょっと待てよ。こっち、どうなってるこれ。こうか。で、どっちだ。こっち、あ、こっち行けないのか。こっちか。で、こっち。あ、落ちてもた。落ちてもたけど大丈夫か。こっち、おお、こっちはどうだ。セーブしようか。あ、これ気になるんだよ。これ一回来たよな。これどうするんだろうな。なんか方法あんのかな。あれか、氷の靴ないとダメだけど、これなんか方法あんのかな、こう攻略する。わかんねえな。これじゃないのか。この大きな部屋でなんかないのかな。でもこっちは、あ、これスタート地点戻ったか。
あ、こっちは？あ、これはね、違う馬だよ。いてててて、違うっぽいな。いけいけのみ。これ違うっぽいな。ちょっと待てよ。これな、これ上から降りてくんのかな。隠し部屋とかないかな。なんかちょっとしたことなんだろうね。違うか、ここ。この部屋他に、他の方角にないかな。ここはさっき言った。あ、こっち。なんかあるぞ、これまだこの部屋。石像が、あ、石像がいる。これガイアの剣で破壊できないか。つや破壊できない。あ、スイッチある。これ絶対押さないといけないやつだ。え、単純に破壊できない。ちょっとセーブしよう。あー、これ戻っていくやつだね。逆にこっちから来たみたいな場所だよな、ここ。これは地獄の。やばいやばい。え、全然破壊できない。当たってる。ちょっと、何こいつ。あれ、破壊できた。ちょっと待って、アイアン、あれを勝負しよう、勝負しようってアイアンソウル。やばいやばい。すごい、破壊できるはずだよね。なんか当たってない。もうめんどくせえ。なにこれ、これ破壊しないと。この左下がため打ちする。強かったっけこいつら。こんな強かった。破壊できないのかな。まだ危ない危ない。やっと破壊できた。マジか。ちょっと歩いて回復しようか。でもこれ意味ないとこだかもしれないけどね。あ、意味ないとこだ。なんだよただ上に戻るだけかよ。苦労した意味ねえ。はい、ここ戻ってきました。これどうやって破壊するんだろうな、この石像。これだけ？
た破壊できそうだけどな。あの石像、分からん。あいつ登ってくるか。いてて、骸骨強いな。歩こう。ひえあのが石像を破壊したい。なんか右側もあるしな。複雑。いてててて。強いわ。よし。あ、ここ来たよ。あ、これさっきんとこじゃん。これで破壊してたんだよね、さっき。あ、下の石像も破壊した。なんだ、これこの状態で。あ、スイッチある。ピンポンピンポンって言った。なんかあるよ。さっきんとこ行けんのか、これで。違うとこ来てるけど。こっちもある。石、あー違う違う、ここはいけるんだけど。いや、これもうセーブしとこう。怖い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 、セーブしとこう。いや、駅の実減ったな。正解押して、あれ違う方向に行ってる。何これ迷子になってる。こっちか。右端かな。分からん。広すぎる、この部屋。これ左、右端だね。あ、こっちもある。こっちもあるから、こっちも行きたいのは山々だけど、ちょっと行こうか。セーブし、その前にあの石像のとこ絶対行きたいよね。あー、こっち先んとこか。オッケー、戻して。これ部屋出るとまたね、あの骸骨、最強の骸骨たちが復活してるから、こっちか。これではなく、こっち。あー、これか、スイッチ。違うかな、これだよね。ピンポンピンポンって言ったよ。何がどうなる？ピンポンって言って、この時点でセーブ処方がピンポンピンポンって言って、何かが進んでるはずなんだよね。まずこの部屋の何かが変わってないかを見た方がいいのかな。外の部屋に何かが起こってるのかな。これは違うよな、ここじゃなくて。さっきのとこかな、気になるのは。ここ、あの、あれが、あー、ついにこっち行けるようになった。これはもう本命でしょ。来た来た来た。あー、氷あ、でも迷宮の鍵1個持ってるけど、これは何これ。ちょっと待てよ、セーブしよう、セーブしよう、まめにセーブ。
こうやって迷宮の鍵のとこ行けるけど、一旦こっち行こうか。あ、誰かいる。誰？この奥には木が一本生えてるだ。大事な木だからいたずらされないようにオラが見張ってるだよ。あ、そうなんだ。この人がいるから登れないんだ。いけないってことか。じゃあこっちか。よし、使おう。3つ目の迷宮の鍵。ワクワクするな。セーブしておこう。あ、カンテラだね。カンテラなかったらもうクリアできないよね。降りるやつ、両方降りるやつ。じゃあこっちから行こう。いてて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 て、やがってこの野郎。命の元が少ないから攻撃力はね低いんだよね、みんなが言うには。取り損ねてるのがいっぱいあるから。またこれか。これブロックがあるっていうことは、何かをスイッチを押せばブロックが開く感じかな。体力が少ない。あ、こっちがもうそれだけかな。あ、また押しちゃった。おーおーおー、なんで今ガイアの剣で発動しなかったんだ。やばいやばいやばい。こいつ強いな。あ、ダールの飛躍。やったね。なったな。あ、9個。じゃあもう使っとこう。ダールの飛躍。威力全開。あ、なんでカンテラ減ってなくなった。カンテラっていうことはこっち側はまだいけないっていうことだね。うん、もうサクサク行こう。地図作ってる間にもうどんどん行く。敵がアイテム落としてくれるのは嬉しい。こっちなんか左右対称違うな。うん、あ、何これ。おお、ブーンって出た。わかったぞ。ブーンって出たから飛び越えればいいんだな、これ。ほい、オッケー、飛び越えたぜ。気持ちいい。セーブしとこ。今度は何だ。敵がいっぱいいるな。敵倒した。すげえな。スイッチ出た。スイッチ開け。あー、そういう系のやつこれ。え、もう一個なんか石がいるなこれ。あー、ここに入れるっていうことか。あれ、スイッチ押せば。ちょっと待ってよ、私はどっから来たんだ。こっから来たのか。もう覚えてないぞ。ちょっと待って、お前ここを踏め。ここを踏め。ここ踏んだ。踏め踏め踏め。踏んでる間に私が行く。そういうわけにはいかんのかこれ。どうすりゃいいんだこれ。スイッチ倒す。あー、敵倒したらスイッチが生まれる。あ、これ1個でいいのかな。スイッチ1個。あー、開いた開いた。オッケー。わー、なんかいる。あれ、教会の人じゃない？え？
セーブポイント、セーブポイントってまだもうまだ続くのこの迷宮、うそーセーブポイントだ、あれセーブポイントなんだけど、セーブするあの看板みたいなのがないな、どこだ、ここれ広いな、イケイケのみゲット、どうせならお店とかもないのかなこれ、うわ広い部屋だなこれ、なんか、ま、持ってた、あスイッチを守ってるあいつ、もうかかってこいよ、やっちまった、聞いてないのか、ほらほら、あお前が押してる面白い、あこれ運べないやつだ、スイッチ押したら何かが、なんか多分セーブのやつが出たりしてるんだ、じゃあまあこれセーブするでしょ、あいなくなってないあの人、え違うか、こっちか、ほら絶対セーブのアイテムあるはずだよ、まあこっちセーブ機能あるからいらないんだけどね、いやもう広い、何これめちゃくちゃ広いな、あったこれもう一個取れそうで取れないんだ、開いて、おい痛い、もうセーブするのも簡単にはさせてくれないって感じなんだね、これねセーブの部屋だなこれ、あ、スイッチあった、あ、なるほど、これでスイッチを押して、あ、もう一個スイッチ、あ、これはなんかを乗せないといけないやつだ、めんどくさい、この間にもヒットポイントは回復していくな、これ、あ、これ入り口戻ってきた、結局入り口、え何かを置かないとダメだよねあそこにね、っていうかあれか、もう取れるようになってんじゃないの、実はあスイッチある、もう一個、オーケー、これピンポンピンポン、あーなんでわざわざ移動するかな、え、どこだ、どっから行ける、あ、こうか、よし、それは記録の本だって遠くの方から言ってはる、これ逆にね記録の本を記録に使わずにさっきのとこに置けば、これ気になる、なんかが起きるんじゃない、あれどうやって行くんだろう、これ絶対このスイッチもう一個あるもん、これ怪しいよね、別に記録はいいからさ我々は、ここさあどうなる、これこれでなんか隠し記録の本を置いたからスイッチが発動して、あっほらもう一個これ、あまた出てるスイッチが、さらに続きがあるよこれ、よっと、これを待って、これあこれは踏んだらいいだけのやつだ、じゃあ次のまたスイッチがあるんじゃない、どっかに、これ記録の本と交換しようか、これね、うん、めんどくせえめち
ちゃくちゃ歩いてるな今回。それで記録の本をよっと、でこれ置きます。で記録の本を代わりに持っていこう。これでももう一個スイッチやったらこれ置くよ。とりあえずセーブするかね。他になんかないかな。絶対あるんじゃない。それかこの部屋はもうすい、記録をするためだけの部屋って可能性もあるよね。だんだんこの部屋の状況を把握できた。30分経過。でももう次回になったら忘れてるしな。この部屋絶対今日終わらせておかないと。こうかな。あ違うか、行き過ぎたか。よし行った、記録やい、記録します。記録は終わった、冒険はもちろん続けます。あ、もうなくなるんだ。ということで次回続きやっていきたいと思います。マップ書かない方が進みますね。それではまた、さよなら。